格の違いを見せてやるわ。このシロウもお連れください。徳川がその気なら相手をしてやるまで。俺は己の無謀を後悔することに。まずは騎馬隊の進軍の妨げとなる敵を速やかに排除しておけ。入手することは火の如く。見つかったか。撤収するぞ。我らの動きを探っていたようだな。逃がさず討ち取れ。抗おうと無駄よ。本陣の守りは信房に任せる。よいな。時をかけず片付けた方が良さそうだ。急げ。急げ。それまで。
私がやろう。歯応えのないことだ。そこだ。あと何人撃てばいい。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。負けてなるものか。侮るな。騎馬隊を進ませろ。早速騎馬隊が押し出してきやがったか。仕方ねえ、俺が止めてやら。開門。あの武者、我が騎馬隊を阻む気か。させぬぞ。そこだ。雑魚に用はねえ。雑魚とは聞き捨てならぬ。私は武田の着手、武田四郎を勝つよりぞ。そいつは朗報。負けてなるものか。その首もらってくぞ。侮るな。一旦引くしかねえな。開門。そこだ。これでよし。皆の者、目指すは浜松城だ。進め。武田を相手にかような気概を見せると家康も一発の物の譜になったものよ。だが当主としては未熟、相手が悪いわ。砦を守る将を撃て。私がやろう。好機を逃すな。侮るな。武田の名にかけ勝つ。死に入れてやるもんですか。城に攻め入り、小僧の首を取れ。開門。私は逃げも隠れもしないぞ。かかってくるがいい。お見事にござった。俺にやらせろ。腹が大と無駄よ。よし、砦は抑えられたか。この勢いで浜松城を攻め立てよ。悪魔違う。私がやろう。あと何人撃てばいい。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。
そろそろ次の手に移る。負けるか。影武者か。徳川の子を産め。面白いことをする。我が秘術見破れるか試してみよう。明智よ、半蔵のおっさんが敵の目を引きつけている。今が好機だ。よし、全軍浜松城を包囲せよ。平門我らを包囲してきた。本陣の兵と騎馬隊を向かわせろ。後方の敵が動いた。よし、敵の進路を封じよ。武田勢の動きは止まるはず。浜松城にいる敵を討ち取るのだ。徳川の包囲を崩せぬ。が動じるでない。我ら武田こそが強者。これを忘れるな。ようやく目障りな忍びが消えた。勢いは俺たちにある。かかれ。父上の手を煩わせては情けない。ここは斧が手で活路を開かねば。私がやろう。何、半蔵殿がやられただと。皆の者を撃って出るぞ。開門。いい焦りが見えた時こそ勝機。気をつき、大いに風穴を開けろ。負けてなるものか。出るぞ。三河武士の意地を見せてやれ。侮るな。伏兵を仕込んでおった。だがこれしきねじ伏せるのみ。砦の守りはもういい。前線に進め。崖上に敵の弓兵が。そこだ。このままでは進軍の障りとなろう。何、敵の増援だと。これでは親方様の命に応じられぬ。あと何人撃てばいい。討ち死に。侮るな。お見事。とにござったら討ち死に。武田の名にかけ勝つ。侮るな。負けるか。徳川ごとき武田の敵ではない。勝頼様が奮戦しておられるぞ。我らも続け。お守りするのだぞ。討ち死に。するぞ。逃げたまわ。そんな。我が王と無駄よ。ご自由へ。前線しているとはいえ武田の勢いは止まりそうにない。この劣勢を覆しようがないならば、私は徳川の当主としてどうすべきなのか。苦しい中で奮戦してくれている。この上は私も前線に出て戦うぞ。よせ武千代、今は逃げるんだ。お前が死んだら仲間の犠牲が無駄になるぞ。負けるか。みんなすまる。
侮るな。徳川の小僧は逃げたか。だが最後にもう一人、あの武者が我らの行く手を阻みたいよ。勝利条件変更。負けるか。このまま行かせるわけにはいかねえ。先に進みたきゃ本田平八を倒していけ。侮るな。討ち死に。そこだ。我が不明、恥じるばかり。あと何人撃てばいい。家康様が無事に撤退できるよう時を稼げ。開門。討ち死に。負けるか。お見事にございますな。武田本陣を守る将を撃て。俺にやらせる。受けたまわった。ブス。潰したり。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にござった。腹が乙女だよ。歯応えのないことだ。方様より与えられたお役目、何としても果たさねば。負けるか。愚かな。格が違う。耐えきれん。引かせてもらう。討ち死に。武田の強さは本物だ。負けるか。なんと見事な。侮るな。武田の名にかけ勝つ。討ち死に。相手でも知った仲間の無念を晴らしてやる。侮るな。力が湧いてきたぞ。隠したと侮っていたが、徳川主従の結束は大したんだ。いずれ当家を脅かす存在になるやもしれん。この木に叩いておくにしかずだ。受けたまわった。受けたまわった。
殴ってきた。皆さん抗おうと無駄よ。歯応えのないことだ。私がやろう。武田の戦は天下無双、何人も止められぬ。侮るな。こうだ。悔しいがここまでか。今ならば徳川を滅ぼすも容易かと。父上、私に負わせてはいただけませぬか。目的は達した。この戦ここまでにしておいてやろう。やはりこの木に浜松城を落とし徳川を潰しておくべきでは。時がない。なぜそのように先を急がれるのです。まさか父上、お体の具合が。こたびの戦で見せた徳川の結束は侮れん。小僧の器もこの先さらに大きくなろう。だが幹が腐れば枝葉も枯れる。織田を打ちさえすれば徳川に生き残る道などない。故に先を急ぐ。俺の目の黒いうちに織田を滅ぼし天下をもぎ取る。父上は私のみの力では徳川にすら勝てぬと、そうお考えなのですか。資料が不足なのではない。俺の代わりは誰にも務まらん。この信玄が率いておればこそ武田は最強なのだ。残された時は少ない。行くぞ四郎。承知しました。